青コーナーより剣道家臣入場。赤コーナーよりライアン・ステイシー入場。頑張れバーリトゥードゥルール10分3ラウンドを行います。青コーナー 181cm 92kg 剣道家臣。赤コーナー 174cm 84kg ライアン・ステイシー。レフリータイガー服部。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあまずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。強烈に打ち込みます。マウントに移行します。外してまいります。組み合います。飛びついた、腕を取った。テイクダウンを奪います。逆に上になります。ガードを取ります。抜けてまいります。不用意に行くと危ないですよ。はい、スイープしてまいります。下から返してまいります。上を取ります。ロックアップ、切り返します。そのまま倒してまいります。ストバックを狙ってまいります。ナイススイープですよ。はい、外してまいります。組みに行きます。飛びついての腕ひしぎ逆十字。あっと、そのまま倒します。うまくパスしましたよ。グラウンドの打撃効果的ですよ。はい、抜けてまいります。行くのか、あと返します。ロックアップ、グッとそのまま腕を取った。行くのか、返してまいります。テイクダウン、パスガード、足を絡めます。マウントを取ります。下から切り返します。外してまいります。ああ厳しいですね。はい、マウントに移行した。嫌がってますよ。はい、強烈、サイドからの膝蹴り、サイドポジションから膝をぶちかんでいく。ガードポジションに移行した。おっと外した。タックル、パスガード、ガードの体勢、ストバックのあたり、スイープで切り返す。ガードポジションに移行した。組み合った。飛びつき式の嬉しい逆十字。いけるか。飛びついての嬉しい逆十字。ガチッと組み合った。そのまま腕を取った。ここでギブアップ。